大学をワンピースのキャラクターに例えるとどこになるのか。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は日本の各大学をワンピースのキャラクターに例えてみたいと思います。これね、ネット上のとあるスレで話題になっていたので面白いなと思って解説することにしました。まず東大なんですけれども、ロジャーって言われてましたね。これに関してはね、トップなのでわからなくもないかなと思います。そして白ひげが京都大学と、これね、頂上戦争終わった頃ぐらいだったら納得できたと思うんですけど、今ね、いろんな4校出てきたじゃないですか。インフレ進んでて白ひげ本当に強かったのってなってる状態なので、結構反論が出そうですよね。4校が東大、京大、一橋、東工大と、こいつらも4校じゃないですけどね。あ、ちょっとネタバレしてしまってたらごめんなさい。まあこの4校に関してもまあわかるかなと思いますよね。ただ偏差値ランキングだとね、これ一橋のところ東京工業大学なんですよね。だからなんでここ一橋なんだよっていう反論が来そうな気はします。でね、個人的に面白いなって思ったのがこれで、キザル同志社赤犬慶応青木地上地っていう、確かに言われてみたらそんな気はします。すごい感覚的なものなんですけど、こんなイメージは僕もありますね。今でもルフィのところにキザル向かってるじゃないですか。なのでその結果によってはキザルは同志社から早稲田に格上げになる可能性もありますよね。今後の展開が楽しみです。そしてその他としてこんな感じで上がってました。これ全員ビッグマム海賊団の人たちなんですけども、金沢大学が大福、岡山大学ペロスペロ、ペロスペロ岡山大学かって感じですよね。だってペロスペロって言ったらポジション的にはビッグマム海賊団のナンバー2じゃないですか。実力的には片栗の方が上なんで、多分ナンバー3とか4とかになるのかなと思うんですけれども、そのペロスペロが岡山大学って、ちょっと岡山大学の評価が高いかペロスペロの評価が低いかどっちかだろうなって思います。広島大学クラッカー、あ、まあこれはわからんでもないですね。ただクラッカーの能力はね、相性がありすぎますね。広島大学はどちらかというともっとこう安定して評価が高いイメージがあるので、そういう面も含めると広島大学クラッカーっていうのはちょっとなと思いますね。千葉大学スムージー、スムージーって誰でしたっけ。ちょっと記憶にないですね。神戸大学が片栗、神戸大学結構難しいですからね。横浜国立大学スナック、首都大学東京がオーブン、今もう首都大学東京じゃなくて東京都立大学になってますね。これをご覧になられてみて皆さんどう思いますか。この大学はこのキャラクターだろうみたいなのがあればコメント欄で教えてください。はい、この動画ではワンピースのキャラクターを大学に例えるとどうなるのかについて解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。